はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、昨日の続きです。iPad Pro、 iPad Pro、 やっほい。これでかいっすね、でかいっすね。今日はね、これを開封していこうと思います。ほんとでかいっすよね。ちょうどね、紙、あの A4 用紙の紙、あ、ちょっと持ってきますね。ほれ、これね、A4 用紙。皆さんね、よくお仕事とかでね、この A4 用紙っていうのが一番よく使うんじゃないでしょうかね。これはね、まあこれちょっと箱なんでね、A4 用紙の方がちょっと小さくはなりますね。まあちょっとね、私ケチっちゃいましてね、この普通のね、iPad Pro 用のこのフィルムですね、これガラスじゃないんですけども、まあこの指紋がね、ちょっとつきにくいっていうのと、まあ高光沢タイプですね。指の滑りの良さがちょっと、あんまり良くないみたいですね。まあね、ちょっととりあえずこれ安かった。安くもないか。やっぱね、iPad Pro の面積が大きいんでね、これこんなんでもね、2000円ぐらいするんですよね。高っす。ガラスフィルムだったらね、ひょっとしたら、7、8000円いくんじゃないですかね。まあ、エルコムのね、指紋が残らない、まあ、フィルムなんですけどね。まあ、よかったら下のリンクに貼っております。はい、では、早速開封していこうと思います。おなじみのね、この薄いね、これ、本当にね、剥がれにくいんですよね。まあ、とりあえずね、こういうもんはね、ナイフとかでね、シュッとね、開けていきましょう。うわ、開かねえ。え？開かねえ。これ包丁、あまり切れへんやつかな。え？あ、プツッといたよ、プツッと。お、さらっと。おー。ほっほー、ほっほっほー。いやー、ドキドキしますね。ドキドキしますね。へっへー、皆さん。はい、では、開けます。ちょっと緊張するな。ほいっ。おー、すげえ、密閉度。いきます。せーの、ドーン。おほほほほ。スティーブ・ジョーズ。すいません、なんかすんません。まあ、これは置いといて、置いといて。いやー、おー、来ましたね。でかいなー。予想はしてたけど。これもぴったり、ぴったり。すごいな、これ見てみて、この隙間。ほら、ぴったりですよ。ゴールド綺麗。いいですね、新品。わ、わ、お、あ、何これ、思ったより軽いよ。思ったより軽いですよ。わー、わ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 、でか。はい、これね。あー、これいいですね、これ。このタイプの充電器は、確か iPhone とかにも使えると思うんですけども、なんかスピードがね、早いらしいんですよね、充電するスピードがね。これね、1個欲しかったんですよね。ライトニングケーブルもこれなんか長いぞ。Apple Watch ぐらい長いですね。これ1メーターちょっとあるんかな。で、取説。まあこれね、もうハローが入ってないっていうのは分かってるんですけどね。まあちょっと、ここに置きながら開けてみようと思います。これね、SIM カード取るやつですね。おう、iPad Pro! 違う!iPad Pro!ってな感じで、まあ、大体こんな お決まりのアップルのステッカーが入ってますよね。うわ、怖っ。ごめんなさいね、なんかあのアップルペンシルがね遅れてる理由、ひょっとしてね、スティーブがなんかしてるんですかね。もう死んじゃってますけどね、まあ、アップルペンシルはね、まあ指でね十分だっていう感じでね、これがねもうスタイラスペンだっていうことなんですけどね、アップルの場合は。まあ、それがね、今回、アップルペンシルが出たということですよね。これだけか。この下なんか札束でも入ってないな。はい、ではちょっと比べてみましょう。これね、iPad Pro と A4 の用紙ですね。あ、ほぼ一緒ですね。ちょっと重ねてみますね。あー、ちょうど収まる感じですね。やっぱ一回り数ミリですけども、この A4 用紙の方がちょっと小さいですね。これね、白い方がねより紙に近いなという思いましてね。まあこれほら、そういう意味でいけばね、紙に見えそうな感じがしますよね。紙の気分が味わえますね。はい、続きまして、これね、 iPad mini ですね。これ初代のモデルですね。こんなに違うんですね。iPad の普通の方ね、持ってないんでね、これミニなんですけどね、すごい差がありますね。1、2、2と、うん、なんか中途半端すんません。2枚は余裕に入りますね。でも3枚は入らねえかってな、とこですかね。いやー、すげえ。ほんでね、これ、ほら、白。ここがね、これセルラーモデルなんですね。私はね、Apple Store で買ったんでね、これ、SIM フリー版になりますよね。これちょっと欲しかったんですよね、今回どうしても。あ、こうやって比べた方が分かりやすいかな。これはね、こういうバンカーリングをね、こうやってつけて、ちょうど良かったんですけども、
あれはさすがにね、もう片手じゃね、こう持ってないというか、まあ両手で持つんで、もうこういうのはバーカリングはもう必要ないかなと思っております。ちょうどこんな感じですね。2つ入りましたね。ちょっと開いて見てみましょう。お、ゲイツとジョブズが軌道が絡み合うとき、これね、いやまさにこれそうかもしれないですね。マイクロソフトの人がプレゼン来てましたもんね。サーフェスプロっぽい感じもしますもんねこれ。はい、ではこちらを貼っていきましょう。とりあえずめくりますね。おお、綺麗な、いやー、やっぱ金良かった、これ金良かったかも。わあ、すげえすげえすげえ、あ、指紋がつきそう。わあ、わあはは、わあ綺麗な。はい、では貼っていきましょう。これね、ホコリがあると最悪なんで、もうね、ごめんなさい、ここからも喋りません。ゴキ砲だらけやな、大丈夫かこれ。え、何この謎の穴は。空気を出ておくり。おお、綺麗ですな。あ、いいんちゃうこれ、いいんちゃう。あ、どう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 、あ、ちょっとすべすべ感がないなこれ。あ、でもこのフィルムどうやろ、微妙かもしれん。ちょっと指の、せっかくこれペンでねシュッシュッシュッってやるのに、なんかちょっと引っかかりを感じますね。これガラスに変えた方がええかな。今回の特徴はね、見えますかね、こうスピーカーがここと1、2で裏側3、4と、なんとねこれ4つもねスピーカーがついてますね。で、スマートキーボードに取り付けるこのね3つの穴がスマートキーボードにカチャンとマグネットでつくようになってますね。はい、では電源を入れます。ポチッ、ポチッ、電気入ってない、ポチッ。まず充電か、お、長っこれ、長っ、ポチッとカシャン、お、ついた。やっぱこれ充電、え、これ電源入れないとダメなんですかね。ちゃんと説明書読んでなかったんでね。うわ、綺麗、何この発色、やっぱリティーナすげえな。お、ヘラー出ました、ヘラー、ヘラー。まあ、とりあえず設定していきます。はい、っていうわけでやっと設定がね、設定がもう結構しんどいですね。新しい iPad とか iPhone 買うとね、なんか iCloud とかね、いちいちね、パスワードがね、もういろいろややこしいんですよね。まあとりあえず、ほら、綺麗。やっぱね、このリティーナディスプレイっていうのは素晴らしく綺麗ですよね。で、これとりあえずね、YouTube をね、立ち上げてみましょう。音がね、音がすごいんですよ、何しか。ちょっと音、これ伝わるかな？でかいっすね。しかもこれリンゴマークですよ、リンゴマーク。早速開けてみようと思います。いや、いや、はっ、出たー。まあこんな感じでね、このスピーカーがね、やっぱ両方にあるっていうのがすごいですよね。でね、この手に持ってるとですね、この振動がね、結構あるんですよ。こう、ウーハーみたいなね、バスがだいぶ効いてますね。外付けスピーカーとかも必要ないなっていうぐらい音が綺麗ですね。で、これ、Google マップ。ちょっとすごいですね、これ、ほら。とにかくもう綺麗なんですよ。で、もう一番便利だなと思ったのが、まあこれはね、iPad Pro じゃなくても使えると思うんですけど、こういうウェブをね、立ち上げて、横からね、ほら、これデュアル画面ですね。おーっと、ほら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 、こっちでね、検索しながら、こう道をさらに探すとかね、こういう2つのことがね、同時にできるんですよね。で、もう中身は iPhone と一緒ですよね。もう Twitter、LINE、YouTube、カレンダーとかね、これめっちゃ便利です。あとメールにサファリ、まあいろいろもう一緒なんですよ。まあこれ当たり前なんですけども、iCloud でね、繋がってるんで、もうこっちの操作とこっちの操作がね、もう全く同じことができるんで、もうやっぱね、この辺がちょっとパソコンと違うところですよね。iOS ってやっぱこの辺が便利でいいなと思います。で、一個だけね、落としたんですけどね、この Adobe のね、お絵かきソフトですね。これね、これちょっと白飛びして見づらいと思うんですけども、こう定規がね、今これ出てるんですよね。ほら、こんな感じで、定規を傾けて、
できます。まっすぐの線が描けたりするんですよね。でこのアップルの純正のこのページっていうやつですかね、これがねなんかひょっとしたら仕事に使えるんじゃないかなと。何しかねなんかお絵描きソフトとかこうドロー関係とかねこう写真を貼り付けたりするやつがいっぱいソフトがあるんですよね。でまだちょっと使い方がねいまいち分かってないんですけど、もうこういう最初からテンプレートになってるやつがあったりとかして、本当にねなんか使い勝手をよく考えられてますね。ある程度記事を作って普通に Google アドレスとかそういうのに今共有できるわけですよね。これ見た後にね iPad mini 小さいわ、これほんまにミニですね。たださっきねちょっとだいぶ寝転んでねこうやって見てるとねもう指がつりそうになるんですよね。もう指がやっぱ重さで言うと iPad mini ですね。わ軽い軽い軽い、こっちはねもう十分耐えれますよね。寝転んでもね軽いんでね、さすがにこっちはちょっと少々の重さがねやっぱありますんでね、片手でずっと持ち続けるっていうのはしんどいですね。はい、ちょっとねまだ語り尽くせないことがいっぱいあるんですけどね、またそのうちちょっとレビューしていこうと思います。で特にねちょっとApple Pencilが来たらねこういうお絵描きソフトとかねどんどん紹介していきたいと思います。はい、というわけで iPad Pro が来ましたよでした。今日はね開封ということで皆さん長々ありがとうございました。じゃあねバーイ。